10月7日、お笑いトリオジャングルポケットの斉藤慎二が警視庁に不同意性交と不同意わいせつの疑いで書類送検され、同日午後、所属していた吉本興業から契約解除された騒動は大きな衝撃を与え、現在も波紋を広げ続けている。斉藤の容疑は今年7月、東京都新宿区内に泊まっていたロケバス内で、女性に性的暴行を加えた疑い。当時、車内には斉藤と被害女性の2人しかおらず、女性からの相談を受けた警視庁が本人から事情を聞くなどして捜査を進めていた。10月10日発売の週刊文春でそのロケの件は報じられており、7月30日に新宿区で行われたロケには英子さんのほか、お笑いタレントの安子も参加。ロケバスは2台で、斉藤と英子さんが安子とは別の車両で休憩する場面もあったという。警察関係者は話す。ロケは2つの場所を回るものだったといい、まず最初に異変が起こったのが、1つ目のロケ終了後、斉藤と英子さんがロケバス内で2人きりになるタイミングがあったそうで、2人で談笑しているうちに、斉藤の気持ちが盛り上がっていき、その流れで斉藤が英子さんにキスをしたといいます。英子さんは初対面の斉藤と仲良くなれたという喜びはあったものの、まさかキスされるなんて思っていなかった、驚きと相当なショックを受けたそうで、女性はすぐに自分の家族に LINE でそのことを報告したといいます。だから英子さんの LINE をたどれば証拠があるということでしょう。ただ相手は有名タレントでロケの中心人物、その場で騒いで大ごとにしてロケができなくなるのはまずいと思い、キスされたことは忘れるようにして2カ所目のロケに臨んだといいます。斉藤の妻瀬戸はインスタで、相手の方からも好意があり、SNS をフォローしたり、連絡先を交換していたことは事実と綴っていたが、一つ目のロケ終了後に、SNS をフォローし合ったり、連絡先を交換したということか。キスをされショックを受けつつも、英子さんは2カ所目のロケをこなし、無事に終了。そして、ロケ終了後に、出演者がロケバスに戻り、斉藤が車内で着替えをすることになったといいます。ロケバスには外から車内が見えないよう窓にスモークが張ってありますが、演者が着替える際にはさらにカーテンを閉めて外からの目を遮断すると、そんな最中に斉藤が英子さんに、もう大丈夫だから入っていいよと声をかけたそう。それで再び斉藤と英子さんが二人きりになったと。当然ながらカーテンが閉まっているので外からは見えませんし、運転席と後部座席の間もカーテンで仕切られていたのではないでしょうか。一つ目のロケ終了後のキスからの流れもあり、斉藤の気持ちは盛り上がっていたのか、その場で英子さんに自分の下半身を見せたといいます。そして手で触らせ、その後はスポーツ紙などでも報じられているような流れになったと。だが、ほどなく番組スタッフもロケバスに乗り込んできたといい、一連の行為はそこまで長い時間行われたものではなかったという。しかし英子さんが受けたショックは計り知れない。しかし斉藤はトラブル発生時から一貫して不同意ではなかったと主張しているという。妻の瀬戸も夫を信じ、一方的な行為ではなかったと主張し、ドライブレコーダーやカメラの解析を捜査当局に求めているということだ。だが、斉藤がロケバス内でやったことには、芸人界テレビ界からも、怒りと失望の声が出ている。そもそも、斉藤さんは妻子ある身でありますし、昨年8月と9月に2度にわたって、不倫スキャンダルを報じられていましたからね。それにやはり、ロケバス内で、というのが信じられない話、ロケバスに乗っているということは、仕事中なわけですからね。あと2週間後、10月26日に42歳になる男は、あまりにも軽率な行動によって甚大な代償を払うことになってしまった。ネットの反応はこちら。最初の頃は被害者側からキスしたとかだったが、斉藤からキスならだいぶ話が違ってくる。時系列でやられたことを LINE で報告してたら、これは裁判の時に有力な証拠で採用される。警察が公判維持できると見て厳重処分つけたわけだわ。仕事中やろが、ロケバス複数台あるんなら男女で分けろや、着替えだってあるだろ。同意不同意に関してはこれから検察が判断するんだろうけど、そもそも仕事中に性的行為するなよって話だよな。しかもこの書き方だと女性主導というより斉藤主導っぽいし、これ1回目の相手の反応を見ていけると踏んだのか、抵抗できないタイプと見て上司っぽいな。
女性の話に不自然な感じはしないかな。密室だし、ドラレコの音声でも残ってない限り、本当のことは当人にしかわからないだろう。斉藤さんは何にしてもアウト。あと引っかかるのが周りのスタッフなんだよね。運転手やマネージャーは何をしてたのか。斉藤さんは顔も売れてるし、新宿みたいな場所で単独行動はさせづらいだろうし、もしかしたら周りもまた始まったよみたいな感じで気を利かせるじゃないけど、黙認してたってこともありそうな気がする。不同意であろうがなかろうが、斉藤氏が行ったことはアウトです。仮に女性が誘ったとしてもです。2回も家族や関係者に迷惑かけといて自制することができないのであれば、もう引退した方がいい。そして芸能関係者やメディアも、前回の女性問題を笑いのネタにしたり、緩い処分で終わらせたりするから、本人も調子に乗ったのでは。仕事中にこのような行為を行うなんて、人として終わってます。ことの重大さに気づいて今頃憔悴されても遅いと思いますよ。頭おかしいだろ。ドッキリの可能性とか考えて、ロケバスなんかプライバシーも何もない場所だろうに。確かにこれ被害女性の立場ならその場で言えないし、拒否もできないかも。有名人に囲まれた中で自分はいっぱいいっぱい、なんとか周りに迷惑をかけないよう、いいお仕事にしようと一生懸命な時に、想定外の事態に発展するんだから、あまりのことにいろんな思いが判断力を鈍らせる。仕事の中心人物の気分を損ねては、今回の仕事全てが破綻してしまう。自分さえ黙っていれば丸く収まるとなれば、拒否できなくなるのも容易に想像がつく。告発するのも勇気がいったと思うし、それを責めることはできない。不倫2連続で世間から叩かれたのに、しかも2件目はかなり強引に迫っている。不倫後の復帰会見はかなり反省してるように見えたが、全然反省なんてしてなかったんだな。被害者の証言はとても具体的だし、説得力がある。あとは口でやったとされる部分がちょっと不明瞭。頭を押さえつけて無理やり暴力的にやったのか、言葉で巧みに誘導したのか、斉藤氏がどう弁解するのかわからないが、初対面ですぐそのような一連の行為を彼女が積極的にしたというのはちょっと無理があるんじゃないかな。もう一つ、女性安子さんの乗っているロケバスがあったのに、なぜ斉藤新次側のロケバスに行っているのか不思議ですね。おそらくスタッフに指示を出して被害に遭った女性をロケバスに誘導していたのではないかと疑ってしまいます。そうなれば確信犯なので、スタッフ全員の聞き取り調査も徹底的に行ってほしいです。これは常習者ですな。他にも泣き寝入りしてる女性いるんじゃないかな。相手が強い事務所の所属タレントだったらこんなことやってないんだろうな。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録お願いします。